皆さんこんにちは。今回は赤ちゃんの正しい体温の測り方についてご紹介します。赤ちゃんは体温調節機能が未熟で体温が変動しやすいため安静時に測るようにします。朝起きてすぐ、泣いた後、授乳後やご飯を食べた後、お風呂上がりなどは正しく測れない場合がありますので注意しましょう。赤ちゃん用の体温計はいろいろありますが、必ずしも赤ちゃん専用のものを購入する必要はありません。大人が使用している脇の下で測る電子体温計でも1分程度で計測できるものもありますので、赤ちゃんの熱を測ることができます。赤ちゃんが脇の下に汗をかいている場合は乾いたタオルで優しく拭きます。体温計を鉛筆を持つようにして持ち、先端を赤ちゃんの脇の下のくぼみの真ん中に当てます。体温計を押し当てるようにして赤ちゃんの脇を閉じます。この時赤ちゃんのお洋服を挟み込まないように注意しましょう。電子音がするまでそのまま固定しましょう。使用した体温計は除菌シートなどで先端を拭いてからケースにしまうようにしましょう。体温は朝は低め、夜は高めと一日の中で変化しています。朝、昼、晩と一日3回、3日間ほど体温を計測することでその赤ちゃんの平熱の動きがわかります。体温計の数値だけではなく、顔色や換気、授乳や抱っこで体に触れた時の温かさなども気にかけてください。